ご覧いただきありがとうございます。開幕から苦しい戦いが続いているボストン・レッドソックス。現地5月7日、ホーム・フェンウェイ・パークにホワイトソックスを迎えた一戦。両チーム無得点で迎えた3回裏。レッドソックスの攻撃。バッターボックスにはこの回先頭のトレバー・ストーリー。初球、外への変化球を見送ってボール。2球目を空振りでワンボール、ワンストライク。3球目、外のボール球を空振りで追い込まれます。 ワンボール、ツーストライクからの4球目。どうでしょうストライクです。高め、ギリギリいっぱいでしょうか厳しいところ。これにはコーラ監督。いや、ちょっとさ、こんなとこだよといや、そんなとこじゃないですね。といや、そんなとこだよ。だからそうじゃないって言ってんじゃないですか。おいお前、ちょっと聞けよ。と今のうちの状況な。あ、ちょっとあいつと話すんで。アメリカンリーグ東地区な。 レイズがいて、ヤンキースがダント突、下見たら、ジェイズが3位、オリオールズ。で、俺たちが、オリオールズの下。最下位。オリオールズより弱いの。ワオ。このように、コーラ監督自身も驚いてしまうほど苦しんでいるレッドソックス。この試合、延長10回の末、3対1で敗れました。さらに、翌日も敗れ、ホワイトソックスにシリーズ3連戦をスイープされるなど5連敗。 現地9日までに29試合を終えた時点で実勝19敗で4位のオリオールズに1.5ゲーム差のアメリカンリーグ東地区再開。ちなみに昨シーズン110敗を喫したオリオールズの今シーズンのチーム総年俸は4530万ドルで MLB 再開。一方のレッドソックスは約2億200万ドルで6位です。 そしてチームと共に苦しんでいるのは、オフに6年1億4000万ドルの契約を結んだ新加入のトレバーストーリー。レッドソックス最大の補強でしたが、今シーズンここまで24試合に出場し、打率1割9分4輪出塁率2割7分4輪長打率2割6分9輪で、ホームランはゼロと、スランプは深刻。現地7日の試合では、本拠地フェンウェイパークのファンからブーイングを浴びましたが、 今後、チームと共に浮上することはできるでしょうかご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん